ビグディス・フィンボガ・ドゥキルは、アイスランドの政治家、第四代大統領。世界初の民選の女性国家元首。グルノーブル大学、パリ第四大学、アイスランド大学で文学と演劇を学ぶ。英仏文学、特に両言語の擬曲を専攻し、教育学で学位を得る。新仏派である。アイスランド語を用いたテレビ放送が始まってから2年後の1968年に、 フランス語を教えるテレビ番組への出演によって有名になった。1954年から演劇活動を始めた。1972年から1980年にレイキャビク劇団の美術監督を務め、1976年からはノルディック諸国文化問題諮問委員会のメンバーを兼任。1980年大統領就任。1984年、 1988年、1992年、再選。1996年より、ハーバード大学の世界の女性指導者会議の議長を務める。ユネスコ親善大使として活躍中。1989年、大統領として昭和天皇の体操の礼に参列。その後埼玉県岩月市を訪れ、岩月人形作りを視察した。EU の賛同者である。 欧州経済領域へのアイスランドの加盟を支持し、国内の猛反対を押し切って1994年に加盟を果たした。後に私の職歴の中で一番の難局だったと回想している。現在多くのアイスランド人が最重要視している環境と言語に早くから重きを置いていた。環境の面では火山性の島国アイスランドは欧州で、 最も森林が少ない国であるとして、植樹の重要性を訴えた。グルノーブルとソルボンヌ大学で学び、アイスランド語、外国語の重要性を強調した。1980年の大統領就任演説では、言語はアイスランドにおける私たちの城だと宣言した。ありがとうございます。